はね、と、うん、こちらひげを生やした男性についてどう思いますか？すごい質問だ。え、ひげ、うん、ひげの生えた人どう思う？いいくないですか？ラミンは、なんか本当男らしくていいと思いますけど。あ、うん、いいと思う。なんかなくてもあってもいい気がするな。うん、うん、ラミンは基本的に、うん、あのなん強い男に憧れるんですよ。あー、いいね、強いとこ。なるほどね。やっぱり自分が男になったら筋肉がこう隆々とした、うんうんうん、こう力拳が全てみたいな。だから、うん、ヒゲが好きかどうかというよりかは、うん、もう力があるかないかみたいな。え、それってもうムキロゼじゃん。え、そうです。だからムキロゼ先輩も好きですよ。あの筋肉が隆々としててもう拳で全てを語るみたいな、最高ですよ。え、いつでも抱くけど。ちょっと待って。え、お、え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 、ちょっと、ねえ、後輩ちゃん、後輩ちゃんを困らすのやめてください。ちょっと、あれ先輩、一応なんか、あの、一番、ホロライブで一番新人なんで、うん、すいません。あ、これセクハラですかね。訴えるはちょっとやめて。ちょっとマネちゃんに相談させてもらいます。あ、袖の下、袖の下、ちょっと今度美味しいね、お酒を送るので。あき先輩は、あき先輩はどうですか？そうそう、なんかあきらぜも割とおじさんというか紳士的なおじさん好きなんだけど、うん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 、でもやっぱこう接触するみたいなこと考えていくと接触って何ですか？やばっ、怖い。おいやいや、ちょちょちょ、キスとかほっぺたにチューとかね、ハグとか。なるほど、なるほど。え、他に何だと思った？いや、でも、困らせないでください。あ、ごめん、つい癖で。うん、いやいやいや、その時にさ、ヒゲがね、こうジョリジョリ当たっちゃうと肌荒れしちゃうかなと思って。あー、なるほど。生え切ってるのもいいけど、なんかチゲチゲしてる状態だったの痛そうだなってちょっと思っちゃった。あ、でもわかります。うちのお父様があの、うん、すごいヒゲを蓄えてるタイプなんですけど。そうなんだ。そうなんですよ。やっぱ小さい時とか、うん、ラミーラミーみたいにされるとすごい顔が痛くて、うん、ジョリジョリみたいに。そう、やだ、お父さんお前やだと思ってた、心底。あ、そうそう、そういうこと。パパがジョリジョリするのがちょっとトラウマみたいなさ。それは嫌だった、確かに。なるほどな。